ビッグメリノビッグ。メリノとはコンクリートでできたメリノ種の羊であり、高さにして15メートルある。オーストラリア、ニューサウスウェールズ州のゴールバーンに設置されており、地元住民にはランボーのニックネームで呼ばれている。ビッグメリノは1階部分がギフトショップであり、2階が羊毛の展示帳になっている。来場者は羊の目のところまで登り、ゴールバーンの風景を見渡すこともできる。 ビッグメリノは、正式には1985年9月20日に、公開された。1992年、ヒュームハイウェイがゴールバーンを迂回する形で通ったことで、複合施設としてのビッグメリノは1日あたりバス40台分の観光客を失ってしまった。2007年3月26日、ビッグメリノはより、ヒュームハイウェイに近い場所まで移設され、 来場者数を回復させた。その後もガソリンスタンドそばのインターチェンジに移動している。バイパスとランボールックス購入パスチャーズ。ABC ルーラル。2012年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月22日閲覧。ありがとうございます。